一番最初にパッと見た目で分かるように色を、変えさせていただいております。535のリミテッドエディションの時は赤だったんですけども、今回は、トランスルーセント、ブルーという感じで青系の、カラーに、しております。すでに簡単に聞いていただいた方もいらっしゃると思います。既存のミニイチゴに比べて低域もしくは中低域付近を少し持ち上げて、より厚みのあるというかよりボリューム感のある、音のチューニングにさせていただいております。なんでこういうチューニングをしたかっていう部分なんですけれども、少し前にシュアージャパンの方でですね、SE215 を、購入したお客さんに対してですね、簡単なアンケートみたいなのをウェブで行ったことがあるんですね。その時に我々の方で分かったのは、 SE215 を聴いていただいているお客さんの聴、いている音楽が、選択式になってたんですけども、ポップ、ロックみたいな感じの、音楽を聴いてらっしゃるお客様っていうのが、やはり圧倒的に多かったっていうのが背景にありました。で、それで我々の中で、議論というか、ディスカッションを重ねた結果、じゃあ少し、低域中低域っていうのを少し持ち上げて、少しボリューム感のある、もしくは、ボーカルの声が少し、前面に出てくるような感じの、チューニングにしたらいいんじゃないかという、結論というかアイデアが、出てきましたというのが背景ですね。DA 型ではなくて、ダイナミックドライバーに、なってます。B が、ダイナミックのドライバーなんですけれども、その後ろにある C の部分、ちょっと裏になって分かりにくいんですけれども、こちらの方にスクリーンっていうのが貼ってあります。既存の SE215 もスクリーンっていうのが貼ってあるんですけれども、このスクリーンの、抵抗値を既存のものよりか、変えてます。具体的に言うと少し抵抗値を落としてます。そうすることによって、ここの文字には最適化って書いてあるんですけれども、最終的な、ノズルからの出音っていうのの低域が、レスポンスが増加するようにチューニングを、しています。これがフリクエンシーカーブになります。緑色が SE215 のスペシャルエディション、オレンジ色が SE215 の既存のモデルですね。ご覧のようにですね、このカーブが、20Hz からだいたい 1K ぐらいまでの表示に、なってます。1K より上の方はですね、ほとんど SE215 と大きくは変わらないので、ここにフォーカスを今回は、させていただいております。ご覧の通り全体的に、2dB ぐらい、持ち上がってる感じですね。特にどこかに大きなピークがあるっていうわけではないんですけれども、全体的に、この辺を少し持ち上げています。結果として、聞こえてくる音が温かみがあるというか厚みがあるというかという音になっているということですね。それ以外にも、535の時も同じなんですけども、ケーブルが長いというご意見っていうのはやっぱりいろいろいただいて、おります。どうしてももともと我々がマイクメーカーであり、イヤホンを最初に作ったのがパーソナルモニター、ステージ用のパーソナルモニターっていうのが背景にありましたんで、どうしてもそっちの長さっていうのがデフォルトになっちゃってる部分が現状もありますんで、ただスペシャルエディションに関してはそういう、ステージで使う以外の普段使いで使っていただけるお客様の声っていうのも、ふんだんに取り入れようよっていう部分もありましたんで、今回は、535のリミテッドエディションと同じくケーブルの長さは、既存のものよりも短くさせていただいております。我々の本国の開発の人間というのも、特に日本のマーケットにおけるイヤホンとヘッドホンの存在感っていうのは認識してます。たびたび発表会で本国の開発の人間が来てると思うんですけども、彼らとしても非常に日本に、来て皆様の意見を聞くっていうのは非常に重要視していることであります、というのは言えると思います。